クォーターバック10番の林正義です。これで今シーズン終わりということになったんですが、最後に、チームに近くなって少し何か自分たちのやってきたことが残すことができたんじゃないかなと思います。また来シーズンも応援よろしくお願いします。75番黒川です。59番真田です。1年間、不甲斐ない結果になりましたが、応援のありがとうございました。ありがとうございました。クォーターバック14番原口大二です。今シーズン応援していただきありがとうございました。応援スライ56番市川です。今シーズン応援していただきありがとうございました。チャレンジャーズワイドレシーバー11番フレッド和也です。今年1年間応援どうもありがとうございました。川井です。今シーズンチャレンジャーズを応援いただきありがとうございました。来シーズンからもチャレンジャーズは、戦い抜くので、応援よろしくお願いします。ランニングバック33番川上祐介です。1年間応援ありがとうございました。また来年も頑張りますので応援よろしくお願いします。ワイドレシーバー83番岡部です。今年1年間応援ありがとうございました。来年は勝てるように頑張りますので応援お願いいたします。レシーバーの太田です。1年間応援ありがとうございました。結果残念なシーズンでしたけども、また来年に向けて力頑張っていきたいと思います。来年も応援よろしくお願いいたします。ランニングバック22番筑田です。今日は不甲斐ない試合で申し訳ありませんでした。来年は日本一になって頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。どうぞ。オフェンスラインの方です、今日は、シーズン最終戦になってしまいましたが、来年も声援お願いします。